ジャガー XJ は、イギリスの自動車メーカー、ジャガーから販売されている F セグメントの高級セダン。1960年代中盤、ジャガーのサルーンは、デームラーを除けば、大型高級サルーンであるマーク X 及び、小型サルーンである S タイプというラインナップであった。1960年代後半には、マーク X は 420G へとモデルチェンジ。 また S タイプをベースに 420G と S タイプの間を埋めるべく発表された420という3モデルのラインナップとなったが 420G も420もすでに球体依然となっておりジャガーは新たなサルーンの開発に迫られていた XJ シリーズは新たなジャガーのアイコンとなるべく開発され1968年に登場 その後1986年、2003年と、モデルチェンジを続けながら、進化を遂げ、2009年7月9日に、最新型である4代目が発表された。なお販売は2010年からとなると発表されている。スタイリングは、ウィリアム・ライオンズが手掛け、イメージは、従前の 420G に似ている。内装は、従前通りはオールナットと本革で仕立てられた。 ただし安全性向上のためダッシュボード上端には厚いパッドが内蔵され、センタースイッチはトグル式からピアノキー型に置換されている。1968年 S タイプ420、240、340の後継者との位置付けで発売された。サイズは全長 4810mm、全幅 1770mm、全高 1340mm、 ホイールベース 2760mm とやや拡大された。車両重量は 1539kg と S タイプや420との比較では軽量化され、運動性能も非常に高かった。このモデルの登場によりジャガーのサルーンのラインナップは1970年まで生産が続けられた 420G を除き一本にまとめられることになった。 直列6気筒 DOHC の XK エンジンで2.8リットルと4.2リットルの2種類が設定された2.8リットルは内径ファイ83.0ミ、mm、リメートル工程86ミリメートルで 2792cc180hp6000rpm4.2 リットルは420や E タイプから踏襲された内径ファイ92.1ミ、mm、リメートル 工程 106mm で 4237cc 245hp 5500rpm。トランスミッションは4足 MT または3足 AT の組み合わせ。サスペンションは前がダブルウィッシュボーンコイル、後ろが E タイプから踏襲したロアアイアームとアッパーアームを兼ねるドライブシャフト、トレーディングリンクで位置決めして左右2個ずつのコイル。 ダンパーで吊る形式を採用した。ただし、後ろサスペンションシステムをサブフレームに取り付け、ボディとサブフレームの間にラバーブッシュを介して、雑音や振動を遮断している。タイヤは、当時としては極端に太く、ロープルファイルのラジアルをダンロップと共同開発して装着した。ロールスロイスをしのぐほどの静粛性快適性と、サルーンとは思えない。 運動性を高度に両立して高い評価を受けた。1972年7月に登場した E タイプシリーズ3に搭載されていた内イケイファイ、90mm 高低 70mm の V 型12、筆頭 5344cc エンジンを 253HP とややでチューンして搭載したモデル。トランスミッションは3速 AT のみ、重量は 1821kg となった。 最高速度は時速 223km。同時にバッチエンジニアリング版であるデイムラーダブル6も登場した。1972年9月に登場した XJ6 シリーズ I のホイールベースを 2870mm に拡大したモデルで 420G の後継者に当たる。ホイールベース拡大分は後席の居住性向上に当てられた。 エンジンは 4237cc の XK エンジンのみ。MTGO はオーバードライブ付きが標準となった。バッジエンジニアリング版であるデイムラソブリンも用意された。1972年9月に登場した XJ12 シリーズ I のホイールベースを 2870mm に拡大したモデルでホイールベース拡大分は後席の居住性向上に充てられた。 バッジエンジニアリング版であるデイムラー W6 も用意された。1973年にアメリカ合衆国の安全基準を満たすためにフロントバンパー位置などを変更してシリーズ2となり、またインストルメントパネルのスイッチが大幅に整理された。これに伴い従前モデルはシリーズ I と呼ばれるようになった。日本にはアメリカ合衆国輸出仕様をベースとしたモデルを輸入したため、 バンパーはゴム製で全消灯が4灯同型であった。本国仕様の 4237cc エンジンは 245hp5500rpm であったが、日本仕様は圧縮比8.1ボッシュ製 L ジェトロニックを装備して 175PS4750rpm となった。1975年に標準ホイールベース版が製造中よされ、 従前の XJ6 リットルが XJ6 という故障になった。1975年5月 2792CC エンジンが廃止され、新たに内径ケファイ 83mm 工程 106mm で 3441cc163hp モデルが発売された。1975年にル活カス燃料噴射装置が装備されるとともに、 標準ホイールベース版が製造中よされ、従前の XJ12 リットルが XJ12 という故障になった。1977年に AT が GM 製に変更された。アメリカ合衆国市場を考慮して 2760mm のホイールベースに2ドアクーペのボディを乗せた。モデルが発売された。エンジンは 4237cc のみ。 XJS 発売に伴い1978年に製造中与された。アメリカ合衆国市場を考慮して 2760mm のホイールベースに2ドアクーペのボディを乗せたモデルが発売された。XJS 発売に伴い1978年に製造中与された。1979年に大規模なマイナーチェンジを受けシリーズ3となった。外装は ヒニーファリーナの手によると言われている。欠点であった、リアシートの頭の上の空間を大きく取るために、屋根の後端をややかさ上げし、前後ドア窓の大きさを揃えるなど、デザインバランスを整えた。前後バンパー、フロントグリルの衣装が変更された。安全性向上のためドアハンドルが埋め込み式になった。シリーズ2まで1960年代の面影を色、濃く残していた。 リアコンビネーションランプが大型化された。マニュアルトランスミッションは初めて5速 MT が採用されている。ジョニー・ギガンの会長就任後の1980年代、前半急速に品質が上がった。エンジンラインナップはシリーズ2と同じく直列6気筒 DOHC の3.4リットル、直列6気筒 DOHC の4.2リットル、4.2リットル版はヨーロッパ仕様で 205HP。 1985年最後のマイナーチェンジ3.24リットル版の内装が手直しを受けた。エンジンラインナップはシリーズ2と同じく V 型12気筒サイチェシーエンジン5.3リットル。燃料噴射を装備して細部の改良により 289HP に向上していた。1981年にマイナーチェンジを受け、V 型12気筒エンジンが ミハエル・マイ・ハツアンの高効率シリンダーヘッドを装着したファイアーボールエンジンに変更され、295hp5500rpm に出力向上し、このエンジンを積んだ車両は、車名の最後に HE の文字が追加された。1983年マイナーチェンジ。クルーズコントロールなどの装備が充実し、ホイールも新たに蜂のスタイプのアロイホイールが加えられた。 なお、この年から本国で、バンデ伝ン部プラスのグレード名が使用できなくなったため、デイムラー版の名称が、ダブルシックスのみとなった。輸出モデルは、デイムラーではなく、ジャガーソブリンとして販売され、ドアノブやグリルのデザインも異なる。なお、自モデルの XJ40 系は、エンジンベイが狭く設計され、V 型12気筒エンジンが搭載できなかったため、しばらく、XJ12 のみが、 シリーズ3のままで生産続行された。ビッグマイナーチェンジを続け進化を続けたものの、1968年より作り続けられてきたために、メルセデスベンツ S クラスや BMW7 シリーズなどの F セグメントのライバルに比べて、技術的に旧体依然となってきたことに対処すべく、ジョン・イーガンの下で1980年代初頭から開発が開始されていた社内で、 XJ40 と呼ばれる新型 XJ は1986年9月に発表され10月にはヨーロッパ市場で販売が開始された。なお XJ40 は発表前年の1985年2月に制御した創業者のウィリアム・ライオンズがデザインやメカニズムを承認した最後のジャガーとなった。エンジンは長年使用され球体依然となった XK から 燃費とパワーの向上とともに、工作精度の向上を狙って新たに設計された新世代の直列6気筒エンジンである AJ6 に変更された。なお、AJ6 は XJS シリーズやジャガーと同時期にフォードモーター参加となったアストン・マーティンの DB7 にも使用された。ボディデザインはライオンズの監修の下で完全に一新され、空気抵抗が大幅に改良された。 さらにボディパーツ数が25%も減らされることで工作精度の向上やかねてから問題視されていたサビの低減、そして軽量化を実現した。なお、ソブリン系に XJ シリーズ初の角形ハロゲンヘッドライトが採用され、丸型もソブリン系にオプションで用意されるとになった。なお当初のデザインでは丸型ヘッドライトのみであった。室内空間が 旧来に比べて拡大され居住性が格段に上がっただけでなく温度調節式の自動エアコンや CD チェンジャー付きのステレオなどが用意されたもののこのリーレザーや高品質なウールのシートウッドが贅沢に汚られたインテリアパネルなどの旧来のジャガーが持っていた世界観と雰囲気はそのまま引き継がれた。なお XJ40 の開発が始まった1980年代前半のジャガーは 国有企業のブリティッシュレーランドの参加にあり、ジャガー設計部門は、ローバーの V 型8気筒エンジンを使うようにとの通達を拒否するため、エンジンベイを狭く設計してしまったので、当初エンジンのラインナップは直列6気筒のみで、V 型12気筒は用意されず、このため XJ12 はシリーズ3ボディのまましばらく製造が続行されることになってしまった。 XJR エンジンは2種類が用意された。3.6リットルモデルは、内径 Fi91mm 工程 92mm DOHC 圧縮比9.6 3590cc で 221hp 5000rpm 2.9リットルモデルは、内径 f 9 1トル、工程7 4 8ートル、再チェシー圧縮比12.6 2919cc、165hp 29、16 5000rpm。なお、セッティングが異なる日本仕様の最高出力は、圧縮比8 1 1 8 0 p s 4 7 5 0 r p m トルクは 30.5kgm、3750rpm である。トランスミッションは4足 AT、または5足 MT。AT は、 j ゲートと呼ばれるジャガー独自のセレクターのデザインが採用された。なお、日本では AT のみの設定であった。タイヤは XJR を除く、全モデルでエボン及びミシュランが製造した専用のランフラットタイヤが用意された。3.6ソブリンとデイムラー3.6にはエアーサスペンションがオプションで用意された。丸型ヘッドランプに 電動シート、ウォールナットのインテリアが用意された、ベーシックモデルの2.9と3.6、角形ヘッドランプにアルミホイール、電動コノリーレザーシートや、後部座席用エアコンが標準装備され、窓周りにクロームが奢られた2.9ソブリンと3.6ソブリン、サスペンションが強化され、専用デザインのアルミホイールが奢られた3.6スポーツが用意された。 さらに3.6リットルエンジン搭載モデルには、デイムラー伝統のフルーテッドグリルやクロームメッキのサイドモール、上質なコノリーレザーシート、ピクニックテーブルなどが備わり、後席が2人乗りとなったデイムラー3.6が用意された。なお、アメリカ市場向けのモデルは、全グレードが、格型ヘッドランプのみとされ、さらにマーケティング上の理由から、ウェストラインに装着する。 クロームメッキとゴムのサイドモールがオプションで用意された。また同国では商標登録上の問題によりデームラーのブランドが使用できないためバンデンプラブランドで販売された。1988年5月にはトム・オーキンショーレーシングとのジョイントベンチャーであるジャガースポーツの手によってエンジンをチューニングし足回りを強化した上に 控えめなエアロパーツや空力を意識した特性のアルミホイールを装備した XJR が追加された。なお、XJR には5速 MT のみが用意され、またスポーティーさを演出することを目的に丸型のヘッドランプのみが用意された。インテリア新デザインのアルミホイールでイムラー、ダ61989年末より販売が開始された1990年モデルにおいて、 XJ40 がデビューして、以来初の大幅なマイナーチェンジを行われた。内外装の変更は、最小限にとどめられたものの、発売翌年の1987年に、ジャガーがアメリカ合衆国のフォードモーターに買収されたこともあり、さらなる信頼性と品質の向上と工作精度の向上に重点が置かれた。ノーマルとスポーツの切り替え機能が用意された新型の、 電子制御トランスミッションや、集中ドアロックや電動シート、エアコンなどの転送系を中心に、大掛かりな変更を受け信頼性が著しく、向上した。また 3590cc エンジンは、内径 FI91mm のまま工程を 102mm に、延伸して 3980cc、225PS、4750rpm、または 235hp、 4750rpm に強化された。トルクは 38.4kgm、3650rpm となった。1991年モデルより、かねてからパワー不足が訴えられていた 2919cc エンジンが DOHC4 バルブ化とともに、内径 FI91mm のまま工程を 83mm に、 延伸して 3239cc、200hp、5250rpm、または 200ps、5200rpm、30.2kgm、3900rpm に強化された。なお同年には、他のタイヤとの互換性がなく、しかも高価であることからかねてから不評であった、専用のランフラットタイヤが廃止され、合わせて、 ベースモデルのホイールデザインが新しくなった。またベースモデルのシートがウールと本革のコンビに変更された。1993年よりアメリカ以外の市場でもエアバッグが全グレードに標準装備されるとともに新しいデザインのアルミホイールが全モデルに装着された。1993年3月にはフロント部分の多くを設計し直す形でエンジンコンパートメントを大改修して 従来の5.3リットルから6.0リットルに拡大された V 型12気筒エンジンを搭載した XJ40 ボディの XJ12 がサロンはアンテルナショナルドロトで発表された。このエンジンは内径ファイメートル、工程7 8 5ト、mm、ルで 5993cc 310PS 5350rpm 47.2kgm 3750rpm である。コードネームは XJ81。さらに同年秋にはロングホイールベース版のデイムラーダブル6も追加され、日本ではデイムラーマジェスティックとして販売され、シリーズ3ボディのダブル6が製造中止となった。1994年7月に生産が停止され、ビッグマイナーチェンジ版の X300 に引き継がれた。 1994年にボディパネルの大幅な変更を伴う大規模なマイナーチェンジを受けて X300 系になった。XJ40 で不評であった角型ヘッドライトが廃止され、すべて丸型ヘッドライトとなった。直列6気筒エンジンは排気量こそ変わらないものの AJ6 から AJ16 エンジンに変更を受け、ジャガー史上初となる下級エンジンも登場した。 3.2リットルモデルは、内径 Fi91mm 工程 83mm で 3239cc、215PS 5100rpm 32.1Kgm 4500rpm 4.0リットルモデルと、ソブリンは内径 Fi91mm 工程 102mm で 3980cc、 245PS 4800rpm 39.9kgm 4000rpm XJR 4.0スーパーチャージドは内径ファイ 91mm 高ミ 102mm で 3980cc イートン製スーパーチャージャーが付いて 325PS 5000rpm 52.2kgm 3050rpm またさらなる信頼性向上のために、電装系が日本電装製になったほか、アウターパネルのプレスマシンが日本製となったため、ボディパネルの品質も向上した。グレードも見直され、日本ではデームラーを含め6本、本国では9本のラインナップが用意された。セレクトは、このリーレザーシートなど装備を充実させた日本、専用モデルである、1995年には、 初期型には付いていなかったグローブボックスが設置される小変更が行われた。また、1996年にマイナーチェンジを行った。1998年に X308 系にマイナーチェンジを行った。伝統の直列6気筒、V 型12気筒を捨てて、V 型8気筒の AJV8 エンジンとなった。なおこれにより、XJ6 の名称は廃止された。 排気量は3.2リットル及び4.0リットル。トランスミッションは5速 AT に変更された。外装、内装ともに変更を受けより洗練されたスタイルとなるも、かなりのコストダウンが図られた。2001年マイナーチェンジ、トランスミッション形式が若干変更になる。その他、ウィンドウサッシュが XJR 及び後述の3.2スポーツを除く、すべてのモデルにおいてメッキになったり、 足回りのセッティングが見直されたりと細かい変更を受けた。またこの年より日本市場において新たなグレードとして足回りを強化し外観を XJR に近いイメージにした3.2スポーツが追加された。その後、ジャガーの創始者のウィリアム・ライオンズの生誕100周年を記念した XJR100 が世界限定500台で発売された。 2003年をもって新しい X350 系に引き継がれた X350X3582003 年にフルモデルチェンジして X350 系となったオールアルミニウムボディの採用により従来のモデルよりも軽量化を実現トランクもようやく実用的な深さとなったエンジンは3.6および4.2リットルの V 型8 気筒及び下級機付きの4.2リットル V 型8、気筒、トランスミッションは6速 AT が用意された。デームラーブランドは一旦消滅した。2004年 S タイプに搭載されていた、V 型6気筒3.0リットルエンジンを搭載した、XJ6 がラインナップに加わり、しばらくと抱いていた、XJ6 の名前が復活することとなる。また、XJ8 にロングホイールベース版が追加される。 2005年デムラーがスーパー8の名で復活ポートホリオという限定車が発売される内外装ともに特別装備となり日本国内では50代限定で販売された2006年3.6リットル V 型8気筒エンジンがラインナップより落とされるまたソブリンにはスーパーチャージドエンジンが搭載された2007年コードネーム X358 にマイナーチェンジ 主にエクステリアに変更を受けた。フロント及びリアのバンパー形状が見直され、スポーティな外観となった。また、フロントフェンダー側面には、サイドエアベントが設けられた。2010年6月18日日本国内での販売が中止された。X350 系のバリエーションは、以下のようであった。X351 詳細は、ジャガー X351 を、 参照2009年7月9日に X351 系にフルモデルチェンジし、同年の11月20日から11月23日に名古屋モーターショーにて日本で初披露された5.0リットルの V 型8気筒及びスーパーチャージャー付きの5.0リットル V 型8気筒、いずれも直噴エンジンである。スーパーチャージャー付きのエンジンはグレードによって2種類のチューニングがある。 また2種類の V 型6気筒3.0リットルのターボディーゼルエンジンが用意される。2010年5月15日に日本での発売を予定していたが、アイスランドでの火山噴火の影響で6月19日に発売を延期した。その後2013年より直列4気筒2.0リットル直噴ターボエンジンが追加された。ありがとうございます。